こちらの三遊亭延長句伝は一部現代では不適切な表現がありますが原文を尊重してそのまま読みますことを先にお断りいたします談話落語の乱唱、落語の成り立ちと言われる事柄を延長さんが説明しています用語解説乱章物事の起源 始まりのこと、鞘師、刀の鞘を作る職人のこと。音がい、下顎の先端。落語の乱象は、昔、教科師が教科の開きの時に、互いに手をつかねて、つくねんと考え込んでおっては気が屈します。そこで、 その合間に世の中の増談を互いに語り合うて、一時の鬱つをやったのが始まりでござります。なお、その前に遡って申しますると、太閤殿下の御前にて、安楽庵作伝という人が、小さい桑の剣台の上に、宇治周囲物語ようなものを載せてお話をしたという、これは皆様もご案内のことでござりますが、 その時奉公のご長愛をこうむりました、鞘師のそろり新左衛門という人が、このことを聞いて、私も一つやってみとうござるというので、おかしなお話をいたしましたが、昨年の話より、一層奉公の御意にかない、その後たびたび御前へ召されて、新左衛門が主樹の国慶造壇を演じたという。それより後に、 鹿の武左門というものが鹿の巻筆というものをこしらえ、また露の五郎兵衛というものが出て、露物語でござりますの、あるいは露の宗主というものができました。そりきり耐えて、この話というものはなかったのでござります。それより下って、天命の四年に至り、落語というものが再興いたしました。 これは前にも申しましたとおり、教科師が寄って教科の開きをいたすとき、何かお互いにおかしい話でもして、わっと笑う方がよかろうというので、二三回やってみると、とんだ面白いから、毎月やろうということに相なり、植産人、あるいはすきあがしの真顔でござりますの、 團十郎円馬などという優れた教科書がよって、ただ話をこしらえたまま開いても面白くないから、やはり犯者を置く方がよかろうというので、うて円馬を犯者にいたし、そこで教科の開きとともに、この話の開きもやろうということになり、團十郎円馬が犯者で、よものあからが補助ということで、チラシを配ったが、 向島の武蔵屋の奥座敷が静かでよかろう。ちょうど桜も散ってしもうた4月21日ごろと決したが、そのチラシの書き方が誠に面白い。この度、向島の武蔵屋において、昔話の絵画、ゴンザリヤス、と書いた。これは、武蔵屋ゴンザブローを引っ掛けたのだが、なんかとも、 気がしたためてないから行くかだろう不思議なこともあるものだこれは落事をしたのかしら忘れたのではないかと不信を打つものがあるとすきあがしの真顔がいやこれは大方二十一日であろう昔という字は二十一日と書くからまあ二十一日に行ってみなさいなるほど と思って当日行ってみると上りなどを立てて盛んに話の会があったというしてみると無理に人に聞かせようというわけでも何でもなかったのでございますかかることは私もさっぱり存ぜずにおりましたがかの男十郎縁場がしたためた分によって承知いたしましたその分にそれ 羅山の皇后に曰く、万葉集は古史に似たり、古今集は東史に似たり、伊勢物語は偏風の城を発するに似せたり、源氏物語は宗史と天台の書に似たりとあり、ここに宇治周囲物語といえるは、大納言高国さつ月より葉月まで、平等院一切共蔵の山際、 南千坊に籠もりたまえ、王さ切るさのものはなし、高き屋敷を言わず、話に従い大きなる宗師に書か,かれけり、たっときこともあり、哀れなることもあり、少しは空物語もあり、利口なることもありと、全文に印を置かれたり、竹取物語、ウツボ物語は、話の父母にして、 それより下津方に至りては、じじは山へ、ばばは川へ洗濯、桃の流れしということをはじめ、その話の種、ヨーヨーとして、その葉、しんしんたり、されば竹にさえずる下切りスズメ、月にすむうさぎの手柄、いずれか話に漏れざらん、力をも入れずして、おとがいのかけがねを外させ、 高き花魁の顔を柔らぐるもこれなりこの話いつぞや下の日町の時開き始めしよりいざや一回模様さんとよもあから牛あけらくわんこう牛し,しかっぺ真お大家のうらすみ、竹末のすがるつむりの光宿屋の飯盛りをはじめとして向こう島の武蔵屋に 落語の会がゴンざりますと、よもの牛の筆に見知らせ、おのれ縁場を半者になれよと、鏡花の友達、一百四人、下作の口を開けば、遠からんものは、長崎から小わしの話、近くば寄ってみますの目印、門前に一応なすにぞ、のどつつの往来、かまびすしく、笑う声、富士、筑波に響く。 時に天命四つの年、木の枝立つ四月二十一日なり、それより両国尾上町、京屋が老城に集会すること十年余り。これを聞く者、俺、我に語り、今は世渡る辰きともなれり、蛾をはじめは、杯を浮かめ、末は大河となる話も、末は金銭になるとは、 借屋を貸して母屋を取られるたとえなるべし。とはいえ、これも大江戸のありがたき恵みならずや、良いお年話も年も七重の、市が栄えて千代やよろずよ。文化十、水の戸、鳥、春、團五郎、銀馬の求めに応じて七十一王、右帝、円馬、 團十郎飢餓においてのぶ、陰。右は軸になっておりますが、三遊亭一派の共有物として、私は門弟もの方へ預けておきましたけれども、これは川竹木網王が所有されていたのを私がもらい受けました。それゆえ箱書きも木網王にしたためてもらいましたが、この文中にもある通り、 十四年昔話が流行ったことと見えまする。それゆえ、誰も彼も聞きに参る中に、らくというものがあって、これは串職人でござりましたが、至って口軽な面白い人ゆえ、私も一つ飛び入りに話をしてみたいと申し込んだ。すると、この教科書の中へ職人を入れたら、 金が悪くなるだろうと拒んだものもあったが何職人だって話が上手なら司祭ないということで科学を入れてやらせてみたところが大層評判がよろしく科学が出るようになってからひときわ聞き手が増えたというくらいそこで科学がふと考えついたこれは面白い近頃落語がだいぶ流行るから どこかで座料をとって内職にやったら面白かろう。ことによったら片商売になるかもしれない。と、昼間は串をこしらえ、夜だけ話し家でやってみようと、これから高徳寺前のまる茶屋というのがござりまして、その屋の入り口へ安道をかけたのです。ただ、話と書き放しにして、 名前などを書いたものではない。細い小さな暗道を出して、いらっしゃい、いらっしゃいと言うと、大都会のことだから、すぐにお武家が一人入ってきて、早くしてくれ。ええ、もう二三人おいでになると、じきに始まります。もう二三人来るまで待ってはおられん。腹が減ってたまらんのじゃ。 これは、なめしと間違えたという話です。その頃は商売ではなかったから、そのくらいのものでござりましたろう。しかるに、闘魂に至っては、寄せ商売というものが大層に増えて、かように流星に相なったのでござります。おしまい。